プロギムナジウムとは一般的には特殊な形態のギムナジウムを指す。ドイツ語圏ではウンターギムナジウムとも呼ぶ。この用語は国によって意味が異なる。名称は前を意味するラテン語の接頭辞プロマイナスと古代イギリシアのギムナシオンジムネッシンに由来する。ドイツ語圏で使用されるアンタージムネッシムの語における接頭辞ウンターマイナスはドイツ語で下を意味し、 英語の説当時、アンダーマイナスと同義である。ドイツの中等教育機関は、職業教育を受け持つ、実家学校や機関学校のほかに、日本の普通科の中高一貫校に近いギムナジウムが存在する。ドイツでは4学年生の初等教育を終了後、地元の4学年生、または6学年生の前期中等教育機関である、プロギムナジウムに通うか、 全校期の中等教育合わせて中学年制のギムナジウムに進学する。プロギムナジウムに通うことを選択した生徒は、プロギムナジウムの卒業年時に、近隣の後期中等教育機関のギムナジウムか、日本の実業高校に相当するギムナジウムに入学するために在籍していたプロギムナジウムの通知表である学校レポートを転校証明書として提出して進学する。 プロギムナジウムの利点は規模が小さいことであり、大抵の場合250人を超えることはない。プロギムナジウムは通常通学時間を短くして学校の通学が容易にしたい地方の小さな町でよく見られる。いくつかのプロギムナジウムは上級学校である中学年生のギムナジウムへの転換を図っており、一部はその移行を済ましている。スイスでは 関東と呼ばれる強い自治権を持った州から構成される連邦国家であるが、スイスの義務教育機関における中東教育機関で関東が運営主体である前期中東教育を行う公立学校をプロギムナジウムと呼んでいる。オーストリアでは4学年生の初等教育を終えると、大学進学を目指す学生が通う AHS と進学を 特に目指しているわけではない学生が通う NMS に、進路が分かれるが、AHS のことをギムナジウムと呼ぶこともある。そして、AHS は、最初の前期中等教育期間4学年生の、教育を受けた後、後期中等教育期間4学年生か、職業教育に進む道を選択する。前期中等教育期間4学年生を、プロギムナジウム、または、 ウンターギムナジウムと呼び表すことがある。例、ドイツ語版、ギムナジウムドクスバーグ記事中の、アンタージムネッシムの記述。リトアニアでは、4学年生の初等教育終了後、4学年生、または6学年生のプロギムナジウムに通う。プロギムナジウムの学業終了後、ギムナジウムに進学するか、職業教育を受ける道に進むかの選択をする。リヒテンシュタインでは、 理論上の学齢の12歳から16歳までの4、学年を対象とした前期中等教育機関を、ウンターギムナジウム、または、スクンハーストゥーフアイと呼んでいる。ちなみに、理論上の学齢の16歳から20歳までの4、学年を対象とした後期中等教育機関を、オーバーギムナジウム、または、スクンハーストゥーフツーと呼ぶ。 多ロ録にあった4学年制女子校のプロギムナジウム。プロギムナジウムは、帝政ロシア時代の一般的な教育機関であり、ギムナジウムの前期4学年に対応する4、学年制の中等教育を行っていた。ギムナジウムが設置されていない都市に設立された。男子校や女子校、士官候補生学校への入学の準備をするための少年用の下級軍事学校の場合もあった。 卒業生には小学校教師の資格と関東票の試験を受ける権利が与えられた。20世紀末から21世紀初期にかけて NIS 諸国の中の一部の国で教育機関としてのプロギムナジウムが復活した。ロシア連邦においてプロギムナジウムは4歳から10歳までの幼稚園児と小学生に該当する年齢の児童のための一般的な教育機関の一形態となっている。 現在、200以上のプロギムナジウムが存在するという。ちなみに、プロギムナジウムはロシア語で、プロギムナージアと発音する。ありがとうございます。